ダズコとは、サードパーティーのアプリケーションが、ファイルアクセス制御を行うための Linux Free b ド、用のデバイスドライバー、またはそれを開発、提供するプロジェクトである。オリジナルは、ドイツ・アベラ GMBH により、オンアクセスウイルススキャニングを実現するため、同社の製品アンチウイルスフォー Linux サーバーズの、プラグインコンポーネントとして開発された。その他、 ファイルアクセスモニターロガー、外部セキュリティ実装も含まれる。2002年2月5日にバージョン1.0.1が GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョンに似てリリースされフリーソフトウェアとなった。この結果としてサードパーティーのセキュリティモニタリングアプリケーションにもダズコのインターフェースが提供されることとなった。以降アベラ社とコミュニティにより開発が進められ、 現在では、プロジェクトの推進、開発は、アベラ社の手を離れ、コミュニティ自身が独自に行っている。アベラ社は、ダズコを利用し、GNU、Linux 環境における、ファイルスキャニングインターフェースの統一を図ることも視野に、入れている。ダズコは、ファイルアクセスコールに割り込み、ファイルの情報を、ウイルススキャナーなどのサードパーティーアプリケーションに、デバイスファイル経由で渡す。 サードパーティーアプリケーションはこの情報に基づき、ウイルススキャニングをかけた後、問題なければ、ファイルアクセスの許可を、有害なデータと判定された場合、ファイルアクセスを拒否する旨、同じく、デバイスファイル経由で、デバイスドライバに送信する。サードパーティーアプリケーションはまた、アクセスした、ファイル、アクセス種別、プロセス ID、ユーザー ID など、 ファイルアクセスに関するイベント情報を受け取ることができる。Dazco を利用するサードパーティーアプリケーションは以下の通り。Dazco は現在 GNL ゼネラルパブリックライセンスまたは BSD ライセンスの条項に従ってリリースされている。またアベラ社からソラリススパルクアーキテクチャー用にプレコンパイルされた商用パッケージも存在する。d a z o バージョンには アポマーとの相性が悪かったがこれは、リナックスセキュリティモジュールズを使用するアポマーが同じくデフォルトで、LSM を使用するダズコの LSM へのアクセスを、セキュリティ上不正なアクセスとみなし、シャットアウトしてしまうためである。もちろんそうすることは、アポマーが正常に機能している証拠である。ダズコは LSM を使用するとハイエ、ソリナックスなどとは異なり、 メインラインカーネルには含まれていないセキュリティモジュールであるからアッポマー開発者そして開発元のノベルからは LSM へのアクセス競合についてほとんど考慮されていないこの問題を回避するにはダズコをローダブルカーネルモジュールとしてコンパイルする際 LSM の代わりにシステムコールの独自フックを有効化するようフラグを立ててビルドすればよいなお 2009年2月22日にリリースされたバージョン3.00からはデイズコフスとなり Linux カーネル上のファイルシステムとして実装されている。これは以前のバージョンとは全く異なるメカニズムを持ち、結果として LSM の衝突を回避することにつながった。このファイルシステムは ユニオンフスのようなスタッキングファイルシステムとよく似ており、すでにフォーマットされているファイルシステムにあるディレクトリの上に透過的にマウントできる。この透過的なファイルシステムを通し、サードパーティーアプリケーションがオンラインでのウイルススキャンを行う。しかしながら、Linux カーネル2.6-36以降の公式 API にファイルアクセスコントロールファノティファイが入ったため、 開発は収束の方向である。ありがとうございます。